はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、白血病とね、口内炎のね、お話をしていくんですけどもね、一度できてしまうとね、治りが遅くてね、もう痛みが長続きするのがね、口内炎でございますけどもね、10日ほどかけてね、そのようやくその症状が落ち着いていくのが、一般的とされています。しかしですね、場合によってはですね、2週間以上経ってもですね、治らないものも存在します。実はね、そうした症状がね、長引く口内炎にはですね、深刻な病気が隠されている可能性があるんですよ。しかしですね、これは今言ったのはね、通常の口内炎の説明でございます。これがですね、白血病が原因での口内炎になってしまうとですね、この話ではね、説明がつきませんしね、話になりません、ほんまに。白血病になるとですね、その正常なね、白血球というのがね、減っていきます。で、白血球がいなくなって、免疫力が下がったらですね、口内にいた、口の中にいたですね、菌たち、細菌たちの暴走が始まってしまうんです。ほんでね、弱くなった口の中の粘膜に感染していて、口内炎が重症化させてしまうんですよ。しかし、それがきっかけとしてもなんですけども、白血病によって口内炎も繰り返し起こってしまいます。で、さらにはですね、口内炎にはね、癌の恐れもありますのでね、不安材料となってしまいます。口の中のね、癌の半数を占めると言われているね、舌癌ね、ベロあるでしょ、ベーベーベーね、舌癌によって発症しますけどもね、通常の口内炎とはね、わずかな違いがあるんですよ。で、口内炎っていうのは小さくてもすごく痛みが強くてね、ちょっと円形、楕円形とかね、円形であってですね、境界、境目がね、境界線がすごいはっきりしています。ちょっと白っぽくなりますしね。で、一方ね、舌癌ね、ベロの舌癌によるね、口内炎っていうのはですね、境目がはっきりせずにですね、いびつな形をしているためにですね、大きさの割にね、ほとんどね、痛みをね、感じないのが特徴なんです。以前ね、僕ね、そのベロの下にね、ちょっと分厚めのね、水ぶくれのようなものがね、できてしまってですね、それは歯科口腔外科でね、その切除してもらって、検体に出してもらって、癌細胞がどうかっていうのを調べてもらったことがあるんですけども、結果ね、陰性で、ただのね、唾液腺がこう詰まってしまった、で、唾液がこうぷくって溜まっていって膨らんだ、ただの水ぶくれでした。もうね、安心しましたよ、その時はね。ちょうどその頃っていうのはですね、癌がね、こう転移してね、舌癌になって、もう手術をされて無事に回復した頃の堀ちえみさんがテレビに出てね、こう復帰してた頃だったのでね、ひょっとしたらっていうね、思ってしまったので、ね、すごくビビってたんです。でもね、なんともなくてよかったです。で、そしてそんな口内炎なんですけどもね、先ほどもお話しした通りですね、白血病での口内炎というのはね、白血病自体ですでに白血球が減っていって発症してしまう、他にもですね、治療中にもね、発症してしまうことが明らかになっています。で、そしてね、その治りっていうのは悪くて、未だに僕を悩ませています。ここ最近でのね、その急性白血病の治療っていうのはですね、化学療法に伴う感染、出血、貧血、栄養管理などのね、支持療法っていうのがね、進歩したことによってですね、抗白血病薬のね、投与の期間の延長とかね、投与の量とかね、投与の回数とかをね、こう増加させたね、強力な化学療法が可能となりました。しかしですね、口腔領域っていうのはですね、化学療法時、抗がん剤のことなんですけどね、抗がん剤をしている時のとかね、造血幹細胞移植でのね、その化学療法で全身放射線照射にてですね、口内炎を合併する頻度っていうのが、ね、高くてね、その管理が問題となっています。もう口内炎というのはね、その QOL をね、クオリティオブライフっていうのがあるんですけどもね、生活の質っていうのをね、こうね、低下させるだけではなくてですね、栄養障害とかね、口内炎自体がね、病原菌のその体内侵入っていうのをね、もう入り口となるためにですね、その予防と治療っていうのはね、支持療法の一つとしてね、大変重要であります。しかしね、その白血病治療時の時のですね、口腔管理を行うためにはですね、口内炎の頻度、出現時期とね、その化学療法のね、関連についてですね、検討する必要があるんですけどもね、報告はね、少ないのが現状なんです。口内炎がね、 QOL を低下させるのは分かっているのにですね、病原菌の入り口というのを分かっているのにもかかわらず、清潔に歯磨きしといてねとね、軽くあしらわれてしまいます。
で、そこでね、白血病と口内炎の関係性っていうのを調べるためにですね、国立病院機構九州医療センターでね、調査が過去に行われました。これはね、白血病の治療時のね、口腔管理を行うためにですね、治療時の口内炎の出現頻度と時期と化学療法とのね、関連についての調査なんですけども、まあ、ちょっとね、前のね、調査でしてね、対象はね、2002年のね、4月からね、2006年の3月のね、4年間にわたって、急性骨髄性白血病の治療中の26名の男性が15名で女性が11人で行われました。それぞれのね、初診時の年齢というのはですね、まあ、20歳から75歳でですね、結構幅広いんですけどね、平均年齢が 52.3 歳の患者さんたちです。で、血液内科の診療録をもとにですね、化学療法の治療目的とですね、抗白血病薬と口内炎の出現の有無とですね、白血球の数と口内炎出現時期について調査しました。で、結果的にはですね、口内炎はね、26人中のうちにですね、19人に出現していて、化学療法の治療目的別ではですね、造血幹細胞移植療法が、ですね、寛解導入療法と、寛解後療法に対して、口内炎の頻度がですね、出現頻度がね、すごいこっちが高かったという結果でした。造血幹細胞移植療法というのはですね、まあ、移植だけじゃなくですね、移植の前の前処置も含まれます。その際に使われたね、抗白血病薬っていうのはね、16種類ありましてね、化学療法は単剤投与が6種類と、併用療法というのが21の組み合わせで行われていました。で、その時のですね、白血球の数とね、口内炎の出現時にはね、相関性は認められませんでした。結論としましてはですね、白血病の化学療法時の口内炎出現頻度というのは高くてですね、特に造血幹細胞移植療法で高かったことから、歯科医師のね、積極的な介入でのね、必要性が確認されました。造血幹細胞移植療法で高かったというのはですね、先ほども出てきました前処置にも含まれていましたね、その後の移植での GVHD も関係しています。そしてその前処置というのはですね、その超大量のね、抗がん剤というフレーズでね、まあ、僕の動画内ではね、よく出てきたことがありますので、あれのことですわ。まあ、このことがですね、造血幹細胞移植後に、口内炎っていうのが頻発する一因と考えられます。まあ、でも確かにですね、そのこのね、前処置がね、終えてですね、造血幹細胞移植後でね、もう一気にね、僕口内炎がぐわって悪化して、それがもう急上昇したのがね、覚えてます。で、そのためにですね、寛解導入療法時のようにですね、全処置でもまあ同じようになんですけどね、化学療法、まあ、抗がん剤ね、抗がん剤でのね、白血病の治療をね、優先するためにはですね、口腔内の治療を行うことが大事なんですけども、十分に時間が取れないことが多いんです。しかしですね、造血幹細胞移植療法まではですね、比較的ね、時間がこっちあるためにですね、今回の調査の結果からですね、移植前には口腔内の治療を終了させて、口腔環境を改善させておく必要があると思わせました。確かにね、移植が始まる前のね、この前処置の期間あるじゃないですか。あの時にですね、美人歯科衛生士がですね、僕の口の中の環境をね、整えにね、わざわざ病室までね、歯磨きをね、してきてくれるように、ね、なってましたわ。そしてね、造血幹細胞移植療法ではですね、化学療法と、まあ僕はしてませんけどね、全身放射線照射っていうのもね、こう併用された時もですね、口内炎の出現と関係されています。まあちょっと難しくなりましたけどね、見つけた資料が難しかったのでね、ちょっとすみません。まあ、簡単にまとめますと、白血病のために免疫機能である白血球が減って、さらに治療のための抗がん剤と全処置と造血幹細胞移植で口内炎が発症すると。それに加えて、僕が未だにね、口内炎が治らないのは、免疫抑制剤を飲んでいるためにですね、唾液の分泌が悪くて、口が乾いて、なおさら口内炎が治らないということでした。そんな感じですね、白血病と口内炎の関係のお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。